旅の皇帝と日取り割りを称したノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと。 まあ王子なんだろうけどさ、予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。 知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドロット、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらも ニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として常に
胸を張れ。ダメだな。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。俺、働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの、うん、ほんとないわ。ないよな、ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。だ、しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。裏でよ、頼む。なんだ。一人で押してくれ。我が言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプト話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。待ってたよ。どれが王子？
お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。ルナ・フレーナ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ギルって何？いらっしゃいませ。何か食ってくか。俺が知ってるのは。標的たちだ。また勇気あるな。助かるよ。準備は万全にな。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。整備中だよ。どうしたの？金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。期待されてんな。いいとこ見せようぜ、王子。
でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。ジーズには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。好みの品を選んでくれ。また来いよ。あ、行こうぜ。あ、まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。心配することじゃない。よし、臨機応変にな。
よし、次の地点へ向かおう。行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。ロクト、シフトブレイクした敵のガードを崩せ。ロクト、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。隠れて回復しろ。うまいこと言ったな。お互いにな。ノクト、応戦しろ。はいよ。おお、いいね。当然だ。終わりだ。よし、終わったな。あれ、電話。はい。シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎ。ノクト！とどめになる。それ。クロフト参上で。息ぴったりじゃ。今の良かったな。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。
なんだあいつ。凍結というモンスターだな。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさえ相当だね。誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。一旦休憩して体制を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついてる。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。着いたぞ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。
あれかっこいいな。だろ。グラディオは絵になるからずるいな。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。で、うん？見て、あれじゃない？アルホーンか。デイブの言う通り変種のようだ。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。ああ来るぞ。うわぁ。おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。えっ、うわぁ。さあ、ここからだぜ。よし、よし、ガスよ。どれ、大丈夫か。やれ、よっ、ほら、せっ。パパパパン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 パパーン。てか、ずいぶん上機嫌。ねえ、電話。はい、見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。あ、そうだ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？じゃあそれで。工場まで戻っておいで。わかった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな、外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈だな。
だるいな。そうだな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ。やっぱでっか。あれ生き物、あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。みんな店行こう。ああ、そうだな。来ないのか。いらっしゃいませ。ダムです。待たせたね。ほら綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。行くぞ。行こうか。
ンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行けばいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。届け物か、ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついでだし持ってってあげようよ。ネストにようこそ。お伺いしますよ。ご注文をどうぞ。腕に自信はありますか？
頑張ってくださいね。こいつですね。助かります。よろしくお願いします。怖いな、窓時計見ちまったよ。怖いな、あいつら。君たちか。この前は世話になったな。あんたに荷物だよ。そうか、手間をかけたな。うん、また集まってしまったか。あの荷物、なんか集めてんの？興味あるかい？ドッグタグ。普段ハンターが身につけているものだよ。名前とか書かれてるやつだよね。集まっちまったってことは、ハンターは危険な仕事だからな。命を落とせば帰還できるのはこれだけ。生きてる人間が回収して遺族に渡すんだよ。今もちょうどこの辺を探そうとしていたところだ。マジかよ。君たちもし近くでドッグタグを見つけたら俺のところに届けてくれないか。あ、まあ分かった。話によるとこの近くに一つあるみたいでね。ここの情報屋にも話を聞いてみてくれ。あ、ドッグタグか。遺族の思いを考えれば回収してやりたいが。そうだね、確かに。情報屋にでも行ってみるか。いらっしゃいませ。食べていかれますか？何をお知りになりたいんで？ありがとうございます。いらっしゃいませ。お腹は空いてませんか？お気をつけて。今日はがっつり食うぞ。あの重機一体なんだ？取れちまった採石。式の後は王都にお連れするの？ルナフレーナ様。あ、まあな、すぐじゃねえけど。おおほほ、しっかしノクトが結婚か。あね、実際のとこどんな心境？別に。な、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。またまた。今度は何？確かこっちに。
成功。調子いいじゃねえか。まあね。よし、完璧。見つけてきてくれたんだな、ありがとう。いや、ただ拾っただけだし。あまり暗く考えないようにな。そうは言っても難しいか。俺もついいろいろと考えてしまうよ。これを回収する意味は重くて大きい。だがそれで手を止めてしまったら回収できない分が増えてしまうんだ。それもまた苦しいからね。ああ、そうだな。ハンターたちにもそう教えている。見つけたら積極的に回収してくれとね。ハンター仕事も引き受けてくれているかい？行こうぜ。行こうか。行こう。今日の天気は快晴だ。気温も上がりそうだな。
あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。ジャケット脱いだらどうだ。調子いいじゃねえか。当然。うわっと。ノクト！キャー！余裕で相手ができそうだな。ノクト、うまいことやるじゃねえか。これで満足だろ。全員無事だな。先行こうぜ。蒸し暑いな。だな。また来たのか。さすがだな。今日はどうするんだ。腹減ってんのか。行くか。グラディオ、行くぞ。おいよ。いいな。そうだな。気をつけてよ。
ノクト、敵の後ろを狙え。出るなら俺が援護する。頼む。はい。エグネス。よし、これでダメージが取りやすくなった。攻めるノクト。わかった。グラディオ任せろ。はっ、もらったな。どうだ。エグリス、遅れるなよ。どうだ。頼んだ、ブロック当たれ。うおりゃ、ナイスブロックだ。戦い慣れてきた。まあな。みんな、店行こう。行こう。よう、調子はどうだ。ご苦労さん。何か食ってくか。こいつらには迷惑してるんだ。気に入ったならまた来てくれ。ライトをつけるぞ。了解。ここは気持ちいいな。そうだな。眠いな。まだ目的地に着かないのか。
目まで拭いとけ。さらに取った。よっ、君め。やっ、うわっ、うわっ、うわっ。さらフロストの体力が持ちそうもねえ。ノクト、左方向に敵だ。分かった。なんで攻撃してくんの？笑えない冗談はよせ。気をつけてよ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。やったな。ああ、見直したぜ、ここは。ああ、行くぞ。ああ、
イグニス、ダイナー行くか。そうだな、コーヒーが飲みたい。また例のエボニーかよ。おい、今日は何する。やるな。今日はどうするんだ。頑張ってきてくれ。あれ、あいつ。うん、誰かいた。いや、なんでもない。お、いい感じに取れたな。へへ、レガリアもちゃんと入れたよ。あや、おう。今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。
ユニス、止めてくれ。わかった。気分転換にはなるな。靴の中砂入ってるな。じゃあ取るよ。準備はできているか？あ、次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナフレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ、テレ。はあ、だるいな。そうだね。ノクト、ああいう
攻撃はパリーして反撃のチャンスを作れ。うまくいったな。頼りにしてるよ。死ぬんじゃねえぞ。危ねえ。とどめかな。俺で満足だろ。ああ、なんとか。今だ。頼む。はっ。厳しかったな。いい天気だな。そうだね。よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。いらっしゃいませ。ご無事のようですね。
お伺いしますよ。ありがとうございます。今日はがっつり食うぞ。毎度どうも。またどうぞ。準備はできているか。あ、行こうか。エグニス、止めてくれ。わかった。さて、どうする？これ囲まれたらヤバそうだね。泣き言言うなよ。ノクト！サンキュー。ああ。これならどうだ？それ、調子いいじゃねえか。まあな。準備はできているか。あ、よし、行くか。
イグニス、止めてくれ。分かった。気分転換にはなるな。なんだ、しっかり歩けよ。よし、着いた。まだ火高いぜ。まあいいんじゃね。はあ、意外とノクトと映ることが少ないな。へえ、俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。野宿心配だったけど、むしろご飯は最高。光栄だ。本当感謝だよ。イグニスいなかったらどうなってたか。もしもん時はカップヌードルがある。好きだな本当。お前だってうめえと思うだろ。まあな。でも結婚したらどっちも食べられなくなるね。好き嫌いも言ってはいられない。飯食えねえって夜中に隠れてカップ麺はやめろよ。まあ努力する。数が多い。確実に一つとしてもしてもらおうか。ジョン、行くか。ほら、エグニス、遅れるなよ。おい、エグニス、指示。よし。大丈夫。なんとか。どうや。よし、勝った。決まってよかったな。そうか。どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。気持ちいいな。そうだな。お、キャンプにするか。まだ火高いぜ。まあいいんじゃね。
陛下や親父たちに習ったってのもあるだろう。車も同じだしな。陛下の旅もこんな感じだったのかね。どうだろう、似てはいたと思うが。戦争の真っ只中だからな、気分は違っただろうさ。そっか、戦いに行ったんだ。でも旅は楽しかったらしいぜ。だから許したんだろ今回。なあ、なるほどね。準備はできているか。あ、行こうか。ガーデナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。休憩しようよ、休憩だな、喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。楽しそう。いらっしゃい。海釣りでもしていくかい？またよろしくな。
ルアーの重さをもう少し感じて投げた方がいいぜ。ロッドを魚に向けるんだ。お、やったな、ロクト。そのライン買い時じゃねえか。
何今の。集中だ。すげえの釣れたな。やったな、おい。切れる前にライン交換しとけよ。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。お、いい感じ。
戦わなくて済むって安心。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ、それお小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。いい匂い。本当に綺麗ね。ようこそお越しくださいました。取れたてのお魚はいかがですか。どちらを召し上がりますか。メニューはこちらです。悪さしてるのはこいつらね。それじゃ頼むわね。こいつ強いらしいわよ。よろしくお願いね。あんまり無理はしないように。やはり運休か。よく食べたわ。今日は船が出てないんですって。ああ、船いないよ。なんで？オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると、急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ？こんにちは、俺、ディーノ。あ、俺、新聞記者だから、いろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ？記事にされたくないよな。なあ、ちょっと俺の話聞かない？じゃあ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。よく食べたわ。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。
新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。いい匂い、本当に綺麗ね。ああ、ちょっと見てきた。猫、どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？あ、じゃあ腹減ってる、減ってんのか。ああ、分かった。ちょっと待ってろ、なんか探してこねえとな。猫の餌か？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。うわー、にゃんこのごちそう。ほら、釣ってきたぞ。え？魚嫌いなのか？あー、レストランに行ってこいと。ガーディナにようこそ。お帰りなさい。本日はどちらをご用意いたしますか？またいらしてくださいね。ここ、猫が食えそうなものってあるか？新しい冷やかしかしら。え？あっちに猫が。冗談よ、事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしか味わえないよな。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。できたぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。
準備はできているか。あ、よし、行くか。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。ま、あんな乗りの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。よし、歩いていくか。いい塗料になりそうだな。おあれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。までかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。準備はできているか。あ、ノクト、夜のドライブは危険だ。一度町に戻らないか。んじゃあ俺が運転変わるわ。仕方ない。ただあまり無茶はしないでくれ。じゃ出発するぞ。
違いか。え、なんで。なんだか知らねえが関わりたくねえな。さっさと行くぞ。ヤバそうな気がする。行くぞ。よし、行くか。ここで降りるぞ。じゃ、行くか。今の良かったな。ノクト、本当に大丈夫か？かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。イグニスは休んでてくれ。なんかすごい安心。ああ、死骸が入ってくる心配がないからな。いらっしゃいませ。お疲れ様です。おめでとうございます。何にいたします？お気をつけて。給油どうする？ああ、どうせならあんま変だ。
いらっしゃい。ほんと疲れた。みんなで写ってるのっていいよね。いいじゃねえか。相変わらずスタイリッシュだな。おはよう。おはよう。あしんど。案外骨が折れたな。はい、取ります。お、いい感じ。準備はできているか。あ、よし、行くか。また徒歩？Thank you.
ガーディナにようこそ。剣アクセサリー屋でこれでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ご贔屓にどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。
さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どうい、出発準備できたって？マジ早いな。船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。休むか。賛成。おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はぁ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ。俺はインソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。もう待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルティシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ。みんな無事かな。
無事なわけねえし。まだわからない。はあ、町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。ボート周辺が封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けばボートが見える場所に出るだろう。帝国軍、このくらいなら片付けちまう。ああ、蹴散らしてやる。停戦もなんもねえからな。丘へ上がろう。ボートが見えるはずだ。容赦なく攻撃してくるぞ。
停戦協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナ・フレーナ様のご逝去が新たに確認され消すな。ごめんいらねえよ。こっちに戻れない。ああってなんだよ、なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ、説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ、陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。将軍か。なんと、ハンマーヘッドに行くって。陛下は警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、
あっちはどうなってるかわかんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。よ、いらっしゃい。ああ天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカ言え。そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。シレーも持ってんな。これのことか。うん、帝国の奴らと戦った時に拾った。おう、オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車偉人なシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。できたな。任せな。いい出来だと思うぜ。ほらよ。ん？また違うのを持ってんじゃねえか。よし、こいつの部品も探してきな。車持ってたよな。ああ、食材の仕入れを頼めないか。なんで俺が。まあシドさんだ。シド、何でもいいからお使いをやらせろと。いろいろあって帰れないんだろ。まあな。だったら外の世界に慣れろってよ。頼んだもんはなくても困らないが、持ってきてくれりゃ助かる。よろしくな。
またじいじの試練か。シドも厳しいね。心配されているんだな。根性叩き直してやるって感じか。改造か。いいぜ。王都の武器は中の替えが効かねえ。外の部品で強化できるようにすんのさ。おう、うん、俺が手を入れてやりゃ結構な武器が出来上がるぜ。はん、調子は？パーツを見つけたらすぐ持ってこいよ。シャキッとしろよ。受け取った。あとは俺の腕を信じな。これだ。後で感想を聞かせろよ。暇してんのか。改造か。いいぜ。レガリアのことはシドニーに頼みな。調子は？腰が白紙ってことよね。戦争が始まるの。だったら最初から何もしない。また道を封鎖されたら面倒だぞ。こんなにゆっくり見てってください。また来てください。出入りは制限されているだろう。今中どうなってんだろうね。
さあな、どうだろうな。ま、いつかは戻ることになる。そうだな、すぐにではいかないが。クリスタルないんだよね。取られたっつってだな。返させるし。ああ、必ずな。Thank you.